別門、片場味噌大館市屋方跡。大立氏は、日本の聖市の一つ。大立氏とも表記する。武士を、絶ではなくと書く場合もある。大立と読む場合もある。大立宗内主従十一人塚、新田正義の次男大館屋ををとする。本性は、川内源氏。家氏は、上野国新殿軍大館京に住み大館次郎を、名乗った。 家紋は、大中黒、片場味噌が基本であるが、この他に、人形や、三つどもえ、笹林道などを使う家系もある。南北朝時代には、家氏の子宗氏が、現行三年に、新田義貞の鎌倉攻めに、遊軍大将として、この氏、名、幸石、死、試験らと参加した。しかし宗氏は、極楽寺坂で戦死している。現在、鎌倉稲村が先に、 大立宗氏主従11人塚が混流され、その自責を残している。着刑を継いだ、氏名は、剣務3年5月25日の港川の戦いにおいても、脇屋義介と共に、和田三崎に布陣して戦う。その後は、吉貞の元を離れ一時足鹿が方に降伏していたが、逃れて、南朝方として活動し、予告主語となる。 1342年9月3日に北朝方の細川より春の構成のため余伝城で自害した。この他南北朝の動乱期には大歓声の武士が南北入りられて活躍していることが初記録に散見されるが、おのの人物の系府関係については不明である。その後、指名の小木冬は九州に隠れていたが、大見守護で、 室町幕府重鎮の佐々木道与に見出される。岐阜湯は、道与の側女を室に迎え京極氏から、大御国草の層を分け与えられる。室町幕府に出資し、事務所有に任官した。この系統の王冠氏は、室町幕府内では、足利氏と同族の日田氏氏族であったゆえんで、大官一族は満どころ武行人を務めるに至った。三大軍。 義満の親衛隊として組織された五家番主の第五番主の番頭を代々務め、大官一族の多くが奉公衆に所属した。八大将軍、足利義政の奪い間三局や義政側室の王官助子も大官氏の出身である。また、助子の老いにあたる大立直氏は、諸殺霊の大家として有名であり、小笠原氏や伊勢氏と、 並び室町幕府の古実家として活躍、大立綱京日記、大立綱京書殺書を表した。この春光は古実家としてだけでなく、足利義輝と上杉謙信との交渉にも関わっている。中仙台の乱頃以降、本願の地の上の神殿層は足利氏の支配下にあり、父兄が、足利、母兄が、神殿の岩松氏が直接支配することになる。 しかし、それ以降もこの系統の王冠氏は16世紀初頭に至るまで、日田僧の王冠郷を所領としている。現在、日田僧の王冠氏の館跡は大官館館跡,跡として、白い渋みが立つ。ただし以降はほぼ消滅している。室町幕不滅亡と共に大冠氏も没落した。ただしや利が明に仕えた、大館、晴忠氏は、 同じ方向集の大草公への娘を、性質としており、公獣に男子がなかったため、晴忠氏だしと公獣の娘との愛のこたる、金継ぐ、公心、高政は、大草氏を継いで旗本として、江戸幕府に仕えた。このため血筋は、江戸時代も続いている。また、氏名の子孫としては、伊賀国によった大立氏がある。関岡氏ともいい、岐阜湯の兄、 意が守る時期きよの子孫と伝える。また、阿波国の細川氏に仕えた一族もあり、こちらは、指名の小茂氏が育という。この他に、関東に残存した系統もあり、上杉全州の乱などに、日田一党として、大立氏が参戦している。この一派の一部は、戦国時代には、ご法上支配下で、武蔵国の多国州の山口市の支配の地侍。 あるいは家臣として土着し、小田原征伐による北条氏敗北後に、徳川家康が関東に違法になると、在地の名主、村役人階級として機能したものと思われる。幕末には、尊王志士の大立健三郎が見える。この、健三郎の系務関係は不明。彼は、新田僧の以下で、この地の領主、岩松と沈みを名手にした。 日田官軍という総毛の倒幕隊を、彼が中心となって組織し、母親戦争で功を立てた。この功績により、この系統の岩松氏が、明治政府により新田の直系とみなされ、明治期に神殿に、複製し、日田男爵家を立てる。一方、幕府側としては、最下級幕臣の大立正一郎が、将棋大使として活躍し、丸も雪絵に見出され、 函館戦争では少々義体頭取りになり、戦死している。大立正一郎も、本国上野とあるため、新田大寛氏の系譜であると思われる。埼玉県所沢市には、宋氏の子孫と伝えている、大寛氏があり、元後北上氏悲観の配下で、北上氏敗北後、家康の関東入部後に機能した一派と言われる。室町幕府に仕えた一族との関連は不明。 江戸初期には、筆頭名主となった、大観伝家門家が見える。この家は、領主の旗本、花井氏と関係が深く、家康古将、花井正江門義高の配着男子、正五郎義正と婚姻関係を結び、この子孫も、風江門家の分家筋として大歓声を称している。後、江戸後期に大観伝家門家から、名主職はその配家だった。 大立聖門家に移り、それを機に、聖門家が、風江門家より優位になり、ついに、聖門家は、花石の時代官にもなり、明治体、闘争一筋ごめんとなり、後下四年には、武蔵区にいる間軍に、大立詩偉を建立し、総本家を自称するようになった。その碑文によると、大官式部吉高という人物が、 新田義貞の鎌倉攻めに従い戦死し、その古酒勢義信というのが、新田義時が武蔵国で中殺された時以降、現在の地に機能したという。しかし大立義高、義信なる人物は、資料上に見えず、機能という概念は身分性が固まる江戸期以降のことである。この系譜は、 時代間任命時に創作された可能性が高く、信憑性に問題があるとされる。伝絵門系、聖門系を含め、この地域の王冠一族が実際に、新田大冠氏の系譜を引くのかは、同時代の資料的には確かめられていない。新田一族の王冠氏は、群馬県の地名に由来するため、秋田県の大立てとは関係がない。そのため、姓の読み方も、大立ちないし、 大立と読むのが正しい。戦後は、大立と読ませる、電子孫もいるが、新田大寛誌の個実的には誤りである。特に、鎌倉時代から室町期の神殿大寛誌については、大立と読ませるのは全く間違いである。南北朝を扱った劇画から家にある書物の多くに、大立とわざわざルビを振ってあるものがあるが、明らかに間違いである。 いわき由来の王冠氏がある。いわき軍いわき大官によった一族で、いわき城長の子、高成の時大官を称したという。この子孫は、亀大藩に仕えた。また、江戸時代中期の天野源蔵が表した、南北朝の動乱を描いた、浪合駅には、三河国の南朝側武将として、大田中治地下という人物が記され、その子孫から堺氏、堺市、 成瀬氏が出たという。江戸時代、三河堺氏は、この伝承について、当家に伝わるものとは違うので、間違いであるとわざわざ断りをつけている。尾張堺氏も同様である。神奈川県にも日田一門を称する大立氏も存在し、江戸時代には、豪氏ないし、村役人クラスの百姓であったようである。静岡県静岡市にも大歓声のものが多いが、出自不明。 滋賀県彦根市の王冠氏は、彦根藩氏の子孫が多いが、大立と読むようで、新田大藩氏の系統とは異なると思われる。越前国福井藩氏にも大藩氏がおり、この系統から、新田義貞を祀った、藤島神社が創建されるとその偶司となったものも出た。この系統も新田一門大藩氏の子孫と伝えている。ありがとうございます。